エムバペがパリ・サンジェルマン残留を決断。そうなんです。フランス代表のエムバペがなんとクラブと25年6月までの新たな3年契約にサインしたとの報道が流れたのです。この決断がレアル・マドリードへの移籍を疑わなかったスペイン国内からの猛烈な怒りを呼んでいるとのこと。まさかの急展開です。この展開にスペインリーグは声明を発表。リーグ全体で起こっている模様。確かメッシに対するバルサへの姿勢などを見るとパリ・サンジェルマンがやっていることは非常におかしなことに言えますね。大赤字なのにものすごい給料を提示できてしまうという点においてです。さらにスペイン紙マルカはエムバペは政府の政治的圧力がありチーム監督選ぶ際の発言権も与えられるとの報道まで出ています。これが本当ならパリ・サンジェルマンはやばいことになりそうですね。ネイマールはすでに不仲説が出てますし、下手したら放出されてしまいそうな気もします。メッシにしてもチームと明らかに合っていないので、これまたどうなるか非常に気になるところです。これ、パリ・サンジェルマン、崩壊すんじゃねないか？一人の選手にこれだけの権限を与えてしまう。さらにチームにはメッシとネイマールまでいる。カオスの未来しか見えないのは、私だけでしょうか？エムバペは素晴らしい選手ですが、これはやりすぎでしょうね。このチーム状況では、ダイッポ・チェッティの監督では厳しいと私は思います。そうなると、よりカリスマ性のある監督、フランスの英雄ジダンが適任なのではと思いますが、どうでしょうか。メッシ、ネイマール、そしては破格待遇のエムバペ、このメンツをまとめるのはめっちゃ難しそうです。来季のパリがどうなるか、目が離せませんね。駆け足ですが以上となります。いつも動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録まだの人、どうか登録お願いいたします。本当にお願いいたします。